初心者限定動画という話ですけれども、まあ、ドライバーのチョロですね。ドライバーがどうしてもね、チョロが起こってしまうっていう、もうボールのトップする、ね。このようなスタイル、形になる方が多い。このインパクトですね。どういうことかっていうと、ヘッドの形状にあるんですね。このように後ろが下がるのがドライバー。なぜか、後ろが重いからなんですね。まあ、見たらわかる通り、シャフト軸が、に対して後ろ側に比重がかかっているのがドライバーなんです。ですからこのように後ろに下がりやすい。まあ、ですからスライス。あとは、ヘッドが下がることで、どうしてもトップボールがですね、このように下がることで、こう、ボールの頭を叩いてしまうということです。ただ体が浮き上がってるだけじゃなくて、ヘッド形状によっても、起こりうる。まあ、逆にそこが多いんですね。そういう風にミスしてる方がね、このようにね。ですから、こう、ボールの位置を左に置きすぎてですね、下から入れようとして、結果的に、このような形になってですね、トップボールが出てしまうというタイプですね。まあ、あともう一つはこのように手が飛び出てしまう方、これが多いですね。このままだと当たらないので肘後ろに引くと。そうすると結果的にはトップが出てしまう。チョロが出てしまうという、こういう悪循環ですね。ですからドライバーは後ろのヘッドの重さに対する対応、その形状に対する対応ができるかどうか。対応としてはまずは後ろにヘッドの重みに負けないようにグリップをやはり短く持つ。で、ボールポジションを少し右に置いて若干ハンドファーストに構えることでヘッド形状、後ろ側の重みに対応するということですね。それで一回ちょっとまずコントロール目で打つと。これがやはり朝一ティーショットなんかね。朝一でですね、体硬い時に打つ時はこのように我々は打つことが多いです。ですから、インパクトの時に後ろに、形状にこう負けないようにこう少しこうハンドファーストに打つ。そのためにボールの位置は中、やや右寄りに置くと。で、軸を安定させて、で、スイングをするという感じですね。チョロが起こりやすいのはね、転がる、トップボール、チョロっていうか出やすいのはやっぱね、朝一なんで、このようにね、飛ばしのアドレスっていうかね、ボール左に置きすぎて思い切り通するとね、こう、チョロが出たりとか、しますから、結構こう、ボールを右に置くのもダメですね。ここからも結局肘抜かないと打てないんで、まあそういうことで言えば、グリップエンドが、まずグリップを短く持ってね、コンパクトに振り抜くと。このような形で、後ろの比重、後ろに倒れないようにヘッドがこういう風に、ハンドファーストに若干構えると。このような朝一のティーショットっていうのは、このぐらいコンパクトな感じで打つと。そうすればチョロがね、出にくいので、そこら辺練習してみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。